こんにちは。今日は日本人にとってのビジネスマナーを勉強します。どうしてそうするのかが分かれば自然にできるようになります。相手の会社に行くときのマナーの流れですが、今回のパート1では相手に会うまでのマナー。次のパート2では会ってからのマナーを勉強します。今回は1、アポを取る。2、遅れそうなとき。 3. 会社に入る前に。4. 受付で。5. 会議室に入るとき。6. 挨拶の仕方のマナーを勉強します。1. アポイントメントを取るとき。以前に勉強しましたが、事前にアポイントメントを取らないと相手には会えません。そのときは必ず相手の都合に合わせるようにしましょう。これも配慮ですね。2. ビルには5分前以上に着く。これも復習ですが、いつも5分前行動をします。とても大切ですから忘れないでくださいね。約束の時間に遅れる時のマナー。これは新しいポイントです。もし電車などが遅れてしまったら、すぐに約束の時間より前に電話で連絡しましょう。メールはすぐに見てもらえないことがありますから。 日本では電車の中で電話をかけてはいけませんが、緊急の場合は問題ありません。その時は、1、自分の状況を説明するだけでなく、相手の都合も配慮して、2、待たせてしまうことに誤り、3、どのぐらい遅れそうか、4、待ってもらえるか聞くことが大切です。3、ビルの前で、前にも話しましたが、 ビルの前ではコートを脱いで、畳んで腕にかけましょう。外で着るコートはビルの中では着ない。外のほこりやウイルスを持ち込まないという相手への配慮となります。45分前に受付で5分前には受付に行って15時に田中様とお約束しております〇〇と申しますと約束の時間と相手の名前 自分の名前を言います 5. 会議室に案内されたらどうぞこちらでお待ちくださいと言われたら失礼しますと言って中に入ります上座に座るよう案内されますのでそのまま言われた場所に座って先方が来るのを待ちます先方が入室した時は席を立って挨拶をします 会議室で座る場所。どの席に座るかにも意味があります。お客様にはドアから一番遠い席に座ってもらい、ゆっくりしていただけるよう配慮します。ドアの近くの席は資料やコピーを取りに、部屋を出る人が座ります。6、両手で名刺を交換したら、 名詞の扱い方ですが、机に並べて相手の名前を見ながら話すといいですね。そして名詞は相手を大切に扱うように大切にします。絶対に相手の前で名詞にメモを書いたり、すぐにカバンに入れたりしません。いかがでしたか日本のビジネスマナーのどうしてがわかりましたね。それにはいつも、 入るよという考え方があります。明日から少しずつやってみましょう。次はビジネスマナーのパート2を紹介します。ぜひこのチャンネルで取り上げてほしい内容があったらコメント欄にお願いします。皆さんの役に立てるようぜひ動画を作りたいと思います。ぜひチャンネル登録をして次のレッスンもご覧ください。 今回は新年のプレゼントです。日本語をマスターするためのアドバイスを無料で差し上げます。あらいあかでみー dot com スラッシュフリーラーニングティップスまたは下の概要欄のリンクからお受け取りください。また、日本語でお仕事をしていて困っていること、大変なこと、問題などはありませんかあらいあかでみーでは新しくコンサルティングのサービスを始めました。英語でも対応できます。 一人で考えないで何でも相談してください。詳しくは、あらやかでみ a d e m y c o m スラッシュビジネスジャパニーズをご覧ください。概要欄にもリンクがあります。頑張っている皆さんを応援しています。